富士木 TDC プレゼンツ日本を訪れる外国人観光客が過去最高に今こそ考えたい日本のダークツーリズム今週火曜日、去年1年間に日本を訪れた外国人の数と消費額が発表され、共に過去最高だったおととしの記録を大きく上回りました。 日本を訪れた外国人の数はおととしよりおよそ4割増えて1973万人に消費額はおよそ7割増えて3兆4771億円に上ったということです 訪日ビザの要件緩和や円安などで近年中国を中心にアジア各国では日本旅行がブームになっていることを背景に多くの外国人が日本を訪れていることが改めて浮き彫りになりましたこうした中国内の観光地からは増加する外国人観光客を呼び込もうとする動きが見られます例えば2013年の富士山 一昨年の富岡製糸場去年の明治日本の産業革命遺産など毎年のように各地の観光スポットが世界遺産に新たに登録されていてこうした動きを政府も後押ししています一方明治日本の産業革命遺産の世界遺産登録の際には 日本が推薦した施設で韓国人が強制徴用されていた歴史があるとして韓国側が登録に反対する一幕もあるなどこうした施設の負の側面も明らかになりました今夜はこうした光と影を併せ持つ日本の歴史に対し観光産業がどのように向き合いそして生かしていくべきなのかダークツーリズムという視点から提案していきたいと思いますはい では、早速、今夜のゲストをご紹介しましょう。まずは、この企画を提案してくださった、フリーライターの藤木 TDC さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。しいしそして、藤木さんにご紹介いただきましたゲストの方々です。まずは、えー、大手門学院大学経済学部准教授で、日本におけるダークツーリズム研究の第一人者、井出明さんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さらに、えー、藤木さんや井出さんが文章を寄せるムック、ダークツーリズムジャパン編集長の中田薫さんです。よろしくおね どうも中田です、よろしくお願いします。というわけで、今回の企画は藤木さんのプレゼン企画ということで、昨年末にね、提案していただきましなんでも通りやすい番組ということで、企画はね、常に募集中ですからね、ダークツーリズムって、言葉がね、ダークって言葉が入ると、ちょっとどういうものなのかなって、なんかちょっとね、あまりネガティブなイメージを受ける人もいると思うんですけど、もいけないものってイメージがありますよね、スター・ウォーズでも、ほら、ダークサイドって落ちちゃいけない側ですからね。 でまあその、そういうムックといいますか、単行本を、今日はね、編集長、中田集匠が作ってるんですけども、ちょっと僕もそのタイトルを言われただけで、ダークツーリズムの本質みたいなのは何かなっていうのを、なかなかね、知る機会がないまま、えー、雑誌に原稿なんかを書いてる状況だったので、はい、まあこれを機会にね、井出先生から、ダークツーリズムの、うんえー、コアな部分について。うんうん ことばの意味からも含めて、ねはい、あの伺っていければなと思って、えー、お願いしたんですけれども、はい、その時にね藤木さんはダークツーリズム映画ということで、はい、映画で各地の負、まあはい、の歴史についても楽しみながら学ぼうみたいなね、はい、そうした観点から作品紹介ししていたただきましたよねね、はい、そうです、ねうん、で今日はより観光の方に、まあ、あのスポットを当ててお話いろいろろ伺うということになると思うんですけれども、はい、まず井出さん、あのはい、ダークツーリズムという言葉の意味について改めて教えてください。はいはい、あの先 1990年代にイギリスで研究が始まった概念でして、観光をそれまでの楽しいレジャーだけの側面から見るのではなくて、えー、戦争や災害などと,といったですね人類の悲しみの記憶をたどる旅も、えー、観光の一つとして捉えようと、そしてその悲しみの記憶をたどる旅を指して、ダークツーリズムと呼び始めまして、ここ20年ぐらいでですねヨーロッパでだけではなく、もう世界中で急速に拡大しつつある概念です。はい、これはどうして90年代イギリス ああのヨーロッパのほうはです、ね、元々その負の側面というかです、ね、歴史を受け継ぐときに光だけではなく、光と影、えーまあ、ヨーロッパとキリスト教文化でいえばあの、天国と地獄とか、えー、天使と悪魔とか、生と死とか、そういったあのマイナスの部分を当然のことながらこうセットで受け継ぐっていうです、ね、考え方があって、でその観光にそれが持ち込まれたのがその90年代だったわけでもともとのヨーロッパの精神文化と、非常に親和性が高かったものが、 90年代に観光と初めて結びついたという感じですね思想的にはもともと源流はあったということ、ね、そうですね、もうアリストテレスの頃からあったと言われてます、ねはいはい、それが例えば90年代で結びついたのは、まあ、観光産業が仕掛けたなのか、それとも誰か提唱した人がいたからなのか、はい、なぜ90年代にですねあのイギリスでレノン先生とホーレ先生という2人の,あの、えー、大学教授がダークツーリズムっていう概念を提唱したんですけど <laughs> そ何学者の方ですか、観光学者といって。 大学経済学なんですけどまあ我々の世界では観光学に分類させていただいておりますけども、はい、あのそれ以前にもその災害の後を見に行くデザスターツーリズムとか戦争の後を見に行くウォーツーリズムっていうものはあったんですねはい、はい、デザスターで災害ってことですねでそういったものをまとめてその悲しみの記憶を受け継ぐ旅として、えー 大きなカテゴリーで捉える方法論として、ダークストリームズっていう概念が出されて、えー、それまでですね、その大きなカテゴリーで悲しみを捉える方法論が観光学の世界になかったもんですから、はい、これは、あの、多くのものを一つの言葉で説明できる概念だということで、えー、欧米の観光学者が、あの、それに、まあ、あの、飛びついたって言ったら変ですけども、近づきまして、えーはい、で、あの、 東南アジア、アフリカ圏の人たちも、あの旧宗主国との関係でヨーロッパに留学するインテリ層が多いもんですから、うんうん、でその留学生たちが、えー、アジア、アフリカ圏に持ち帰って、えー、世界中に急速に広がっていきまして、特にアメリカでは2001年の,あの9 11ですね、うんうん、同時多発テロ以降、そのダークストリードの考え方を使って、そのニューヨークのテロ現場をどう見せるかなどの観点からこう、研究がどんどん深まっていって、うんうん、日本にはあの、 東日本大震災以降ですね東広樹さん、安田大輔さんが福島第一原発をどのように後世に伝えていくかという観点からダークトゥデの考え方を紹介してそのプロジェクトに私も乗りまして観光地化経済ですね、まさにそれで日本では広まっていったという感じですダークっていう言葉を聞くと日本人って人造人間、機械弾の敵だとか悪というイメージが強いんですけども本来の言葉 言葉の意味として、ね、それほどその悪というような、悪であるとか、ネガティブなものだとかっていうような意味合いではないということで、ねそ,うですね、そのあたりがその日本人の文化論と、欧米の文化との違いが、はい うん、先ほど話したことと少しダブるんですけれども、やっぱり欧米のほうはです、ねそのえー、アウシュビッツの記憶みたいなものも忘れないでこうあの引き継いでいこうっていうことがです、ね、うん、自然な青、えー、年隊の文化であるわけですね、ですからその、うん、ダークな側面も当然のこととして受け継ぐっていうのが、うん、あの欧米人の感覚であるのに対して、われわれ日本人は、えー、そういったあの過去の、えー、暗い記憶、えー、悲しみの記憶っていうのをです、ね、あまり大切にしないでというか、まあ まあ文化論的にも違うのであの、娯楽の世界にはこう申し込まない動向みたいな感じで来てしまって、今に至ってるという感じですね。うん、あなるほど 修学旅行の中に、平和教育ということで、広島、はい、長崎、沖縄など。いろいろなその戦争の跡地とか原爆のね、被爆地なんて、行ったりするじゃないですか。でも、そこは何かこう、平和教育って別のなんか、カテゴリー化されていたりするので、はい。あの修学旅行っていう仕組みがですね、実は先進国では日本ぐらいにしかないんですね。で、はいはい、日本の影響を受けた台湾とか韓国には、あの修学旅行の制度、日本に倣って、今根付きましたけども。うん、あの修学旅行って、もともとは、あの明治時代に、軍事教練の一環としてこう。 日本で始まったものなんで、学生が学校行事として団体で何か見に行くっていう習慣が欧米の人たちにないんで、うん、修学旅行がそのダークツーリズムなのかっていう話を、ヨーロッパ、アメリカの先生と話をすると、修学旅行とは何かっていうのを先に説明しなきゃいけないんで、おーおーそ,そこの,その観光の形態自体が欧米と日本で全く違うんで、そこから考え考えよう,う。軍事教練転じて平和教育になるとかね、盗、えーえー、作したなりとか。 の,があの,、まあ、あの太平洋戦争終わった後貧しい時代に日本が入って、中学生に就職前に少しでも楽しい思い出を持って就職してもらいたいということで、修学旅行の意味合いが少し楽しいものに変わってくるのは、<laughs> これ、戦後の,あの観光の歴史なんですね、はい、で修学旅行、基本、楽しくなくて、勉強させられますよね、あの<あ>今は,実は見たもの,の作文かけとかあの。かなり多様化してまして、私もこの研究テーマをやってるんで、修学旅行関係の方ともかなり合うんですけども。あの 自分でその、えー、追求したいテーマを旅行前に立てて、例えば東京でしたら、えー、と科学未来館行ったりとかです、ね、うん、そういうところを自分で行くような修学旅行も増えてきてますし、プロセスを自分で作れる、えー、そうですね、はい、であとその、広島とかその沖縄に行ってもです、ね、現地の同世代との交流の仕組みをうまく作ったりとか、そういう修学旅行も増えてきてて、かなり修学旅行も進化はしつつありますね。軍軍事事だっった時代っての ためになぜあの地方とかに旅行に行ったんですかあ、あのー えと軍隊って特に、まあ、陸軍こう歩かなきゃいけないですよね。はい、で、みんなセットで更新してどっか移動するっていう時に、あの、旅行っていう形態っていうのは非常に便利ですよね。いろんな訓練するのに。あの、布団の上げ下げを号令で一斉にやるとかですね。はいはい、あの、そういったその、集団訓練の場として、旅行って非常にうまく機能したわけなんですね。観光がメインというよりは、はいえー、一つの訓練ですね。連帯入営のための訓練の <laughs> あの。集団意識を高め、貴族意識を高めっていう、えー。はい 時に、はい、まさに同じ釜の飯を食うというのがそういったものであの、えー、明治時代に急速に広ままっていきました、ね、今、その名残があるような学校もおそらくあるでしょうし、えー、集団面を強くするとかね、えー、でもそうじゃない多様化している面もあるということで,で、ね、だいぶちょっと変わりつつもあるなるほどそうした中でダークツーリズム日本においてはまだまだ議論が始まりたてというようなことなんで,うねそうですねうん。 こうしたような状況の中で、中田さん、あの、ダークツーリズムジャパン、この雑誌を、まあ、創刊しようといいますか、その、編集して関わろうと思った、そのきっかけのようなものってあったんですかうん。あのー、日本っていう国は、えっ、ー、と、まあ、ヨーロッパで始まった概念ではありますけども、はい、その言葉が、ダークツーリズムという言葉がある以前にですね、まあ、日本ってまあ、一つ災害国ですよね。はい。まあ、津波は起きる、地震も起きる。うん、それから、まあ、戦争においては、まあ、敗戦国でもありますし、はい。 えー、合戦時代は内乱もやってた国でありますし、この島国の、この閉じた国の中でですね、まあ、歴史的にいろんな出来事がこう日本各地で起きてるわけですよね。はい、まあそれでその歴史的に漏れてるような、えー、あるいは、えー、封印されてしまったような物語っていうのをですね、まあ、新たな一つの観光資源になっていくんじゃないかなというところで、僕自身もその週刊誌の記者をやってましたんで、はい、まあ場合によってはその殺人現場、 あるいは、えっと、事故現場、えーえー、災害現場ですね。それから、えー、バブル時代の、えー、廃墟の残骸ですとか、いわゆるその、悲しみの歴史とか、悲しみの場所とか、 あるいは失敗した場所とか、うん、まあそういうところをこうまあ見て回ってたわけですけどもそれが一つ回ってるとその一つの学びになってくるわけですよね教訓にもなる教訓体験になるということで、まあ、これが一つ、えー、とコンテンツとして組めるんじゃないかなということでね、はい、で僕も当時はそのダークツーリズムって言葉はまだ知らなかったんですけども、まあ、自分自身がやってたことがそのダークツーリズムだったということで、はいえー、ちょうど人材探しておりましたら、えー、と井出先生と幸い出会うことができましてですね、えー、あなるほどこれを ダークツーリズムなのかというところで,です、ね、一、え、合、ーまあ、目の総還に至ったという,う,、ね、うえ流れになってますね、なるほど。はい、でもあの、井出さんあの、イギリスなどヨーロッパでも、はい、ダークツーリズムという言葉がある前から、そうしたところに旅行に行こうとか、見ようっていう態度自体は、おそらくあったわけですよね。 あのアウシュビッツなんかはかなり早い段階から見学者を受け入れていましたし、えー、あのフランス行くとあの、パリなんか特にそうですけども、あのお墓が公園の一部としてあの作られていて、そのお墓を、えー、お参りに行くことがレジャーの一つというか、観光の一つとしても、はい、あの成立していましたから、ダークストリズムって言葉ができる以前から、そういった悲しみの記憶を巡る旅というのは、あの え楽しままれいいいた方は多いと思いますはい、はいまあ、おそらく日本でもね、あの藤口さん、例えば裏物ジャパンとか宝島とか、ああい、はい、相手のでライターの人が事故現場とか事件現場に行くとか、心霊 <laughs> スポットに行くみたいなも <laughs> ので、ああ、じゃあ自分も行ってみようみたいな人は、うんうん、おそらくポツポツとはいたでしょうね、まあ、今、ネットの中でそういうのってすごくあるじゃないですか、はい、ブログであの個人で行って、はい、とか、工場で行っ工場はちょっと違いますけど。うんまあ、例えば 都会のね、あのディープ、えー、なんとか探訪みたいなものとかいて、都市の,そのなんて言いますか、こうまあ、影のある部分っていうのをこう探す人ってなんかすごくいて、うんえー、そっちの人の方が詳しかったりするんで、僕ら非常に商売やりにくいんですけれども、<laughs> 最初はだから、あの中田編集長から書いてって言われた時も、はい、そういうことなのかなと田塾、ね、さんはもうともと得意ジャンルですからね、いやいやいや、うあの戦後の闇市の流れから。とと <laughs> うん、書いてるものなんかを読むと、はい、どうもちょっとそれだけではないらしいということもありまして、それで結局、僕も自身もちょっとき日はね、でもわれわれ雑誌屋がねあの、ダークスリズムを、えー、とやるとその、いわゆるサブカルチャーになってしまうんですよね、そうすると、その悲しみの場所を物さんで行っていいのかみたいな議論もないわけじゃないわけですよ、人が死んだ場所を観光しようというような、うあ,のある意味、不謹慎な側面は否めないわけですけども。 われわれがあの、雑誌屋が、えっと、そこ行って、見てこようというと、そのやっぱりたあの、なんていうのかな、ーん野獣馬としてね、なんでおめえらこんなとろに来るんだろうっていうことが、ね、ちょっと覗き見するみたいな感覚、ね、で。もそこに行く意味ってなんなのかっていうのは、やっぱり一つ、アカデミズムの視点からも、やっぱり言説いただきたいなということでね、その大学関係者の方たちからもですね。 えとその場所を訪れる意味といったものを、あのー、いろいろと語っていただいているんですね、まあ、その辺あの先生は井出先生なんかは非常にお詳しい、まさに。うえー、そうですね